はい、皆さん毎度です。マッドです。この絵面は久しぶりかと思います。これをですね、この絵面でやってますのはですね、ご存知の通りでですね、こちらですね、予想はしてたんですけども、 BASS さんの方からですね、警告が、コメントで入りましてですね、Please don't stop ということだったので、多少はですね、Please ということで、敬意を持って、やめてほしいということを、コメントで書いてあったんですけども、この次はですね、おそらく警告だろうと思いますし、Google にですね、報告されてしまうと、おそらくこのチャンネル自体がバンされると思いますので、動画の方を全部一旦下げさせていただきました。これはですね、予想はしてましたので、わざわざ非収益化としておりますのはですね、もし訴訟を起こされた時でも最小限にですね、食い止めようということで表示を行ってましたが、無駄なあがきだったようです。私はですね、BSS を尊敬しておりますので、 BSS さんとことを構える気は全くありませんので、じゃあ次はですね、どんな方法でいこうかということでですね、改めてまた BSS さんの方にはですね、英文のメールを送ろうと思うんですけども、そうは言ってもですね、次の戦いはすぐやってきます。次の戦いというのはですね、次戦のセントジョンズリバー第4戦ですね、バスマスターエリートのということでですね、バスマスターエリートの第3戦のハリスチェーンを振り返りつつですね、セントジョンズリバー戦の展望をですね、お話ししていこうかと思います。こういう形でですね、しばらく手探りでやっていってですね、なんて言いましょうか、 BSS さんには睨まれないようにしていけたらいいなというふうには思っております。 BSS さん、お手柔らかにお願いします。また BSS さんをご存知の方がいらっしゃったらですね、私がですね、こういう活動をしているというのをですね、お伝えいただければ幸いです。では第3戦、ハリスチェーンの模様を振り返ってみましょう。はい、一応ですね、スマホを見ながら話をしようと思いますけども、バスマスターエリート第3戦の、ハリスチェーン戦はこんな感じの順位で終わりました。でトップ6ですけども、気になったアングラーを、上げさせていただきました。まず1位がですね、ジョン・ギャレット選手ということでですね、この方はですね、誰と同世代でしょうね、パトリック・ウォルターズの一つ下とか、いうところですかね。結構大学シリーズで鳴らした、選手というかプロです。でカレッジシリーズで、優勝してですね、スポンサーはついたんですけども、結構そのオープンの方からエリートに勝ち上がるのに苦労されて、ようやくですね上がったというのが昨年でした。で、今年がエリート1年目ということで優勝と。しかもですね、優勝したルアーがなんとヘアリージグとですね、一番驚いたのはですね、ディープクランクです。デジタルサイトですね、ライブスコープを利用したディープクランクということでですね、これまたですね、最近はミノーですね、クラシックを買ったジャスティン・ハムナープロのようにですね、ワンテンとか、ああいうものを使ってのこうデジタルに見ながら食わせるっていうのが最近の流行、ここ数年の流行だったんですけども、ひょっとしたらですけども、ミノーで届かない距離というのがキーかもしれません。これ以上はやめておきましょうかね。ということで、実は廃れてしまったんじゃないかというディープクランクのですね、新たな使い道というのが出てきたんじゃないかなと思っております。ただこれはですね、まだ一戦だけなので分かりません。ということで、ジョン・ギャレット選手はですね、オールドスクールアングラーが喜ぶようなヘアリージグとディープクランクということでですね、これは非常に何て言いましょうか、喜んだ、一般のアングラーも多かったんじゃないかなと推測されます。でまたですね、表彰台にですね、表彰式ですね、上がってきた、おじさんがお父さんだと思ったらですね、なんとおじいさんだったということで、その昔の、クラウドフィッシュバーンですね、チームグランマということで、スポンサーはおばあさんだと
ていうのを思い出しました。グランダッドということで言われてましたね。ということでジョン・ギャレット選手おめでとうございます。で次にですね、私はですね今年、トータルで上に上がってくるのはですねこのルーキー JT トンプキンズだと思ってます。で JT トンプキンズは昨年のですねオープンのアングラーオブザイヤー要は EQ 前線出ている選手の中で一番で、私はですねこの JT トンプキンズがですね非常にどこのフィールドに行ってもですね釣ってくるということでクリアだろうがそのステインだろうがリザーバーだろうがフロリダだろうが釣ってくるということでこいつすげえなと。しかもですね体格が小さい体が小さいんです。なのに今回はですねこんなでかいグライドベイトをですねデジタルサイトでジャーキングで釣ってました。またなんと懐の深い選手だというふうに今回ちょっと思いましたね。ということでですね JT トンプキンズ選手は今回2位ということなんですけれども近い将来に優勝並びにですねアングラーオブザイヤーを取るんじゃないかと思っております。年齢は22歳です。しかもサウスキャロライナ、名アングラーの名産地サウスキャロライナですね。そこで出てきた選手ということでまあこれはもう本当に期待大というか非常に私は注目しております。 JT トンプキンズです。発音がちょっと難しいですよ。で次にですね気になったのが3位にちょっとKJ クイーンはですねギャンブラーボートに乗ってればちょっと取り上げたんですけども今年ちょっとギャンブラーボートからですねフェニックスに乗り換えましてちょっとこう外してですね4位がまたこれルーキーのタイラー・ウィリアムスですね。これがですねメーン州出身ということでメーン州というのはですねここです。ここですね。ここですね最北端アメリカ最北端かなと言われているとこ出身でですねエリートで初めてだそうです。メーン州出身私もですねメーン州出身は聞いたことないです。なので今ですね彼のあだ名はメインイベントとかメインキャラクターとかのタイラー・ウィリアムさんと言われている形ですね。まあメーン州とメインイベントをかけてる感じですね。でタイラー・ウィリアムズも非常に面白い釣りをする人間です。去年からですねえらい体の大きい人間がいるなと思ってたらですねこれがタイラー・ウィリアムズだったんですね。胸にいつも44と書いてあってですね44ですねということでちょっとこう注目してました。でこの選手と実はまたルーキーのカイル・パトリックでこの2人がまた面白くてですねちょっとこれはまた別で取り上げます。で5位がジョーダン・リーですね。で6位が19歳トレイ・マッキニーですね。このですねジョーダン・リー・トレイ・マッキニーがアングラー・オブ・ザ・イヤー最有力候補じゃないかなと思っております。ただトレイ・マッキニーはですねどうでしょう。私はですね多分活躍するとは思うんですけども今年は取れないんじゃないかなと勝手に思っております。ジョーダン・リーはやばいです。今回なんとですねフロリダなのにヘビキャロで釣ってました。キャロと思いました。だからこの選手の、ね、懐の深さもですねやばいですよね。そうですね、ジョーダン・リー・トレイ・マッキニーはですね、前半戦はいい感じで来てるんですけどもアフターの進んだ後の後半戦特にスモールマウス戦ですねそういったところでどれだけ釣ってくるかというのが注目の的かと思います。でこのジョーダン・リー以外はですね全員このルーキーです。今年のルーキーです。で現在のですねシーンを見てますと私のちょっと予測というか予想なんですけども去年のですね、オープンバスマスターオープンが異常なレベルの高さだったんじゃないかと思っております。この選手たちは活躍したんですけどもじゃあ今年のオープンはどうかということがあるのでこれはまた別でですねやっていこうかと思います。なので私はですね去年上がったこの9人というのがかなりその何て言いましょうか全米で眠っていた才能だったんじゃないかと思ってます。この人間たちが上がった後じゃあどうかというとですね一旦その谷間ってわけじゃないんですけども、ちょっと落ち着いたんじゃないかなと思います。今のところオープンでですねこいつはやべえってやつはそうですねタッカースミスぐらいですかね。
まあ、あと、まあ、トリスタン・マコミックとかいるんですけども、ただまだあのそのやべえっていうレベルまではちょっと私も判断つきかねます。次のですねサンティ・クーパー終わって次どこか忘れましたけどというところで分かるんじゃないかなと思います。ということで次はですねあの次戦セント・ジョンズ・リバー戦を行ってみましょう。はい、次にですねあの第4戦フロリダ州の北端というか北側にありますセント・ジョンズ・リバーですね。第4戦セント・ジョンズ・リバー戦ですね。セント・ジョンズ・リバー戦なんですけども、あの一言で言ってですねこれです、わかりません。フロリダの中でもですねオキチョビとかハイスチェインとかはまだですねなんとなくですねまあこんなんじゃないかというのがわかるんですけども、セント・ジョンズ・リバーはですねマジわかりません。これは何がわからないかというとですね、波があると言ったら変なんですけども、セント・ジョンズ・リバーってあの、池というか湖がでっかいのが2つ3つぐらいあって、あとリバー川なんですね。でフロリダのですねアフターです、今が4月の半ばだと完全にあのフロリダだとアフターになるんですけども、ただフロリダの中でもですねこのフロリダの中でちょっと北の方なんですね。なのでちょっとあのジョージアに近いところですね。でそこで川だとですねまだプリがいたりするんじゃないかと思います。プリスポーンですね。でフロリダバスっていうのはもともとがあの高水温を好む魚ではあるので、意外にその遅いスポーンっていうのもいるんじゃないかと、川の中だとですけど、そういったですねプリスポーンとかスポーンのところだとサイトフィッシングが爆発するかもしれないんで、しかもジョージアといえばドリュークックですね。サイトが得意です。ドリューベントンはあのフロリダなので、この2人がですね情報交換しながらあのこのところを攻略したらですね、なんかそのサイトで見つけてくるんじゃないかと思ったりもしますし、あの昨年じゃないな、2年前ですね、2022年の優勝者はあのミサイルベイツのジョン・クルースです。でジョン・クルース選手が当時あの勝った時も私はですね毎日こうドキドキっていうか、あのフロリダってですねこんな小さいのかこんなんなのかっていう形で、何ですかあの1ポンドちょいか、10ポンドかっていう両極端な感じがするところで、特にセント・ジョンズ・リバーっていうのはですね本当にあの波がありそうな感じでわからないと。一応ですね、2年前はあの、あれでしたね、あのワーム系っていうか、ネコリグとかあとリリーパッド系のところで釣ってたっていう感じなので、割とまあ再現性はあるパターンだったかとは思うんですけど、なかなか厳しいというか難しい感じがしましたね。それぐらいですねセントジョンズリバーはもう波があって、もうコロコロ日替わり、これですねあの日本人選手かなり苦戦するんじゃないかと勝手に思ってます。ただですね木村健太プロとかなら、まあ、なんとかやってくるんじゃないかと思うので、ぜひあのレッドブルを15本ほど飲んでほしいなと思っております。すいません一応いじっていました。でここでですね私が推したいのはですねもうこれですよ、これもうリッククランです。リッククラン選手おめでとうというのはですね今回が、500戦プロトーナメント参戦500戦目ということとですね、あのセント・ジョンズ・リバーといえばリック・クランと言いましたがですね、リック・クランは2019年と2回勝っております。特にですね皆さんにあの知っていただきたいのはですね2016年の頃のリック・クランというのはですねあの69歳でですね、最後に優勝したのが2002年だったわけでして、そこからですねクラシック出場の連続記録も途絶えて、あのリック・クランがですねボートデッキにスピニングロッドを置いていたと、しかもついていたルアーは常吉です、ダウンショットですっていう時代があってですね、私もですね含めあのオールドファンはみんなですねリック・クランもう引退でいいじゃないかというふうに思っていました。で当時なんですけども2016年はまあもう大丈夫っていう感じで、もう69だよねと、もうやめようよと思ってた時に、
なんとあのチャターベイトだったかな、であの優勝しました。でその当時あの当然トップレベルでしたから、大森隆弘プロはあのエリアでっていうことを言ってましたんで、なかなかあの、やらないエリアだったというような感じですね。でこの時 の, あの優勝のこと時の言葉がこれです。はい、英語で書かれてましたけども、あの Never let me Never let、これ聞いてください。はい、この言葉を紹介しようと思います。Never let yourself believe your best moments are behind you リクラということでした。これはですね、何かというとですね、あの Never なんで NG、あのこの否定的ですよね。Believe 要は信じるなと、あの自分のベストモーメントは behind you 過去にあるんじゃないんだと、あの要はこういうね古い選手がですね、あの過去の栄光ビッグクラウン、あなたは4回クラシック勝ったからもういいじゃないですかじゃないと、あくまでもその自分のベストモーメントは未来にあるんだということで、あの要は過去の自分を信じるなということイコール未来にベストモーメントがあるんだということを強く言っているので never から入っているわけですね。でその時に私はあの実はいろいろとこう考える時期でしてですね、あの大会とかにも出ててですね、あの非常に壁というかあの感じてる時代だったんですね当時。でこのリック・クラウンの優勝とこのコメントを見てですね、そうだよなと、まだ俺には未来があるんだと、別に過去ね勝ったからどうだとかじゃないんだということを非常にあの思い直した記憶があります。なのでこのですね Never let yourself believe your best moments あのBehind you っていうのはですね、非常にあの印象に残っている言葉です。なので皆さんにもですね、ぜひあのこの言葉はあの心に刻んでほしいなと思っておりますと言ってたらですね、2019年にまたまたセントジョンズリバーでですね、リック・クラウンは一発当ててきました。その時はですね、あの背景を申しますとですね、2018年にこのBPT ができてですね、あの選手が大量離脱したという時期なんですね。なのであの、まあ、私みたいなオールドファンからするとですね、あの2019年のシーズンはカスカスの選手ばっかりじゃないかと。でリック・クラウンはおじいさんすぎて BPT から声がかからなかったんじゃないかということで、行かなかったじゃなく行けなかったんじゃないかというふうに当時思ってたんですね。そうするとですね、72歳ですよ、優勝しました。でその時はですね、あの聞けばあの若手の選手、予選落ちした選手まで4日目あの見に来てたらしいです、あのウェイも。で非常にですね、なんか会場全体がリック・クラウン勝ってくれみたいなこう雰囲気だったということです。リック・クラウンは後にですね、このセントジョンズリバーの2戦の優勝というのはですね、あのパワーポールのおかげだというようなことも言ってました。それまでリック・クラウンというのは当然エレキを踏んで操作してたんですけども、パワーポールでですね、刻んで止めて刻んで止めてということで、あの魚にプレッシャーを与えないとこんなに釣れるんだというようなことを再確認したみたいなこと、ここだったかな、なんかこれとかのインタビューでも載ってましたね。ということでですね、あのリック・クラウン自身も60代になってもですね、最新の機器を使ってですね、あの最新のメソッドで、あの、まだ新たな扉が開くんだというのを貪欲にやってるというのを見るとですね、私もまだまだあの弱輩者だなと思いますんで、ぜひ皆さんもですね、リック・クラウンの姿勢ですね、といったものをですね、あの変なおじいさんだなと、なんか偉いヨボヨボだなとか思わず、あの応援というか、まあ、注目していただければと思います。そのリック・クラウンはですね、前戦のハリス・チェイン戦で20位でした。77歳で、何て言いましょうか、20位に入れるかっちゅう話なんですよね。これはですね、あの今井勝坂プロがもう今年60歳というのと一緒じゃないかと思います。ということでですね、あのバスフィッシングというのはですね、あのまぐれというのがある面はあるんですけども、まぐれだけではこれだけ続けられないということが
このリック・クラン選手を見てるとですね、分かるんじゃないかと思います。ということで、あのセントジョンズリバーですね、もうはっきり言ってこれ分からないということを覚えておいていただいて、あの日本人プロがですね、あの上位に来たとしても一喜一憂せず、もう毎日日替わりと思います。これ大変です。選手はあの川なのか湖なのかを見つけるというのは、これがですね、あのハリス・チェーン戦で皆さんも分かったかと思いますので、私はこのセントジョンズリバーがもう肝中の肝じゃないかと思います。ここを抜ければですね、次はレイク・マーレーです。レイク・マーレーは日本人プロ、特にあの藤田恭也プロはあの活躍間違いなしと思っておりますので、このセントジョンズリバーをぜひですね、50位以内予選、突破していただいてですね、できれば決勝にまで残っていただければと思います。ということで、あの皆さんもですね、あのセントジョンズリバー戦ぜひあの熱く応援してあげてください。ということで BSA さん、こんなもんでよろしかったでしょうか。ということで、また何かあればコメントください。それではまた次戦あのお会いしましょう。 See ya! リッククラウン。